皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、10月の29日、ちょっと照り返しでライトが変な形で出てますが、17時53分、議席の数ですね。この間10月27日に投開票が行われまして、28日には、正式な、議席の数が、発表されていますが、数日、何日も前の私の動画でですね、今回の選挙で、衆議院選挙で、議席の数が50ほど変わるというようなことを、変わるんじゃないかということを言ってたんですが、立憲民主党さんの議席の数がちょうど50、増えています。以前と比べてですね。で、今回、投票したのは立憲民主党さんの、船川さんに投票させていただきました。で、これは今まで、公明党の、赤羽さんだったり、自民党の人たちの時もあれば、維新の会の人の時はどうだったかな。基本的に私は中立的な立場で、物事を見ています。で、全体的に、どうだったかっていうところを、全てのことをひっくるめて考えたときに、今はどこがいいかなというようなところで、投票させていただいています。ですので、未来からの時間軸から、選挙のその投開票の前から、石破さんもその皆さんの前での受け答えを教えるときに、テレビ出演ではないです。どこかの壇上なんですけども、未来からの時間軸から聞こえてきている声なのか、その声を聞いたものから聞いたことなのか、向こうが、50変わってるとか、そういうふうなことを、選挙前から、そういうふうな内容を受け答えしているところを、テレビの放送で見ています。ニュースウォッチ9か報道ステーション、どちらかです。ですので、今回の選挙の件に関して、小泉進次郎さんが、その責任を負うような形っていうのは、それはそれで何か話が変であって、次の若手にこう責任を押し付けてるような形になってしまってますんで、次の若手というか、小泉進次郎さんの場合は、年齢的には若手なんですけども、議員年数を考えると、国会議員としての年数を考えるとベテランなんですよ。だから、そこで、そういうふうな形にするっていうのも何か変ですし、あとは、1995年に阪神・淡路大震災がありましたが、その前の年、1994年に、最大与党であった社会党ではない、連立のところの、党の方が、総理に、なられていました。だから未来からの時間軸からの声とか聞かれてる方とか、そういった部分とかがあって、その大きな災害の前に違う人間が、総理になって、最大与党ではないところは総理になっていたりだとか、そこで、水面下でどのような話し合いがあったのかわからないですけども、東日本大震災の前も、立憲民主党さんが、政権を取っていてと、大きな大震災、大きな被害、死者数が出てる時ですね。だからそういうふうな内容も、少し、頭の中をよぎってるというか、これから先、大きな地震が仮になかったとしてもです。なかったとしても、そういうふうな形で一番大変な時に、政権交代をして、責任回避みたいな形にも見受けられますし、その辺のところは、何をしなければならないのかっていうことは皆さんよく分かってるはずですから、エネルギーの残存量問題や、少子化関係の話に関しても、精神病院とかの、精神を生産されなくなる薬だとか、そういったものを、しっかりと、なくすような形にする、大きな建物を建てない、
もうそんなことはもう1990年のバブルの崩壊の頃にはっきり分かったことですから、まあ一定の今回の議席の結果は有権者の皆さんから、ある一定の評価を、自民党と公明党の、皆さんにしましたと。で、こういった形はやっぱり必要だと思います。まあ長年安倍さんだとかそういった方たちに、まあ、いろんなことを頼んで提案して、さまざまな物事を進めてきた部分が、あったりしました。ですけども、うん、まあ総合的に物事を考えた時にやっぱり、ずっと同じような、まあ、少しずつはよくはな変わってきてる部分とかあるんでしょうけども、もう早急に早くいろいろなことを大きく変えなきゃならないように、まあ、何十年もかかっていて、これではという部分がありましたので、今回は立憲民主党さんの方に票を入れさせていただきました。それプラスですね、やっぱりそのコンピューターによる部分の電波によるその試合の結果だとか得点だとかそういうことをホームページは YK スケにできる1番、今日の日付ここ喫緊の、横浜 DeNA さんとソフトバンクさんの試合の内容とかそういったところを見ていただいたら、分かると思うんですけども、点数の入り方とかもう昔からこういうふうな状況ってずっとあるんですよ。だからその電波によって人間が操られてるっていう部分が、一部ありまして、それからじゃあスポーツ界だけかっていうとそういうわけではない、一般の社会まで、かなり広く及んでいると。だからまあこの辺歩いてる人たちのそのパターンだとかそういったところとかもその同じパターンになってる時が多々見受けられますので、まあ、だからそういうことを踏まえて、しっかりと理解して、まあ、訂正しっかりと理解して、多くの人で対応してしなければ同じパターンに結局はまって自然とそういうふうに動いてしまうと。まあ、まあこれっていう内容はっきりと決まってますから、その辺のところは、しっかりと皆さんで、ご対応していただけたらなと思います。あとはまあ余談ですが、まあ今日も本日、まあすごく、まあ連日睡眠不足ですので、まあ今日ドジャースの試合勝ったとはいえ、その後もうすぐに、まあある程度の眠気はあってすぐに寝転びたい状態だったんですけども、まあその後ある程度いろんなことをしてから寝転んだんですけども、もうその頃あんまり眠気がなくてと、あとまあ廊下を、まあ、16時台なんですけども、16時前後、何回も歩き始めたりとか、誰かがそういうふうな形で寝転んだらこう邪魔をしに来たりだとか、そういうふうなコンピューターから何か聞こえているのか聞こえてなくてそういうふうに行動しているのか、その辺のところとかもありますし、まあ寝転がったぐらいで得点が逆になったりだとか、どこが勝つかっていうところを、第二次世界大戦の後からの優勝回数を揃える話で、プロ野球界も、皇室も、国会議員の人たちも、27年前に、彼の言ってることの方が正しいということを、言ってますから、その電波による人の動かし方とか動かされ方とかのその搾取うんぬんだとか、まあその辺のところで、まあ卑怯な手がだいぶ起用されているっていうことは今までの動画で指摘しています。だからその辺のところで、そうならないように、皆さん、潔くなっていただけたらなと思います。寝転がっただけで、得点の入り方が逆になったりだとか、あとは家の中の掃除、一回寝転んだりしただけで、掃除したのに掃除してないことにするだとか、今日の日本時間の日付で、家の中、一通り掃除しています。まあ玄関も掃き掃除もしましたし、ベランダも掃き掃除軽くしています。まあもともとベランダなんかあんまり掃除する必要ないんですけども、まあスポーツの勝ち負けちょっと気にして、まあ一応念のためにしてるという、あのスイーパーっていう言葉がありますけども、野球の、あの変化球のボールを投げた時に、あのスイーパーって掃除のことなんですよ、日本語に訳すと。ですので、そういう意味で、使用されてますので。あと、まあ、バックドアっていうのは、完全に車の、後部のドアの音です。
で、あとは、まあ、この住宅の周りで、まあ、騒いでる子供たちの声が、先ほどから、ずいぶん前からしてるんですけども、まあ、そういうふうに、何かこう、嫌がらせをするような形に、こう、スポーツの勝ち負けが原因なのか何かわからないですけども、設定されてる。まあ、もしかしたらその者たちの親とかにお金の流れがあるのかもしれません。ですので、まあ、早くこういった社会から、早く抜け出せたらなと思います。もう表を見た時にもびっくりしました。立憲民主党さんのところがちょうどジャストで50という形でしたから、やっぱりその辺のところは、人間の神がかり的な力プラスコンピューターの神がかり的な力両方だと思います。で、その設定のところから変なルールから抜け出せていないっていうこの世の中のこの状況を、どうにかしなければならないと。そういうことです。以上です。皆さんの間ご視聴ありがとうございました。本日はこれぐらいにしておきます。